皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。今日はこちらのフレーム織り機のご紹介と、あと出来上がった織り上がった織り地の紹介をしたいと思います。こちらは、ネットショップの方で購入させていただいたんですけれども、糸花生活研究所というお店ですね。反射してたら申し訳ないんですけれども、ファゲルボってお読みするのかな、こちらのサイトのところから購入させていただきました。私が今回このフレームタイプの織り機を購入したんですけれども、それ以外にもリボン織り機とか、これは小さいサイズ S サイズの方ですね。私は大きい方を買いました。であとはノステピンとか、まあ、あと木製のカセクリ機とか、あとまあ糸をね、扱ってらっしゃるとかっていう、そういうお店なんですけれども、木製の手作りのねこの織り機に関しては、受注生産を取られてらっしゃるので、買ったからすぐ届くっていう、そういうものではないので、2ヶ月ほどお待ちいただくっていう風に書かれております。で、私はもうもちろんそれを、了解いたしまして、でもね1ヶ月半ぐらいかなで届きました。で、すごいワクワク楽しみにして待っていました。で、この木製の、四角いこのぐらいのこの大きさの織り機は、他にも違う商品を私はかつて一応持ってはいるんですけれども、時々そちらも使って織ったりとか、あとはまあ卓上型の、織り機ですね。卓上型だからちょっとこの撮影するデスクの上ではちょっと置けないぐらいの、大きさの織り機。それはもうここ何年も使用していないので、ちょっとほこりかぶっちゃってる状態なんですけれども、それとか、あとはまあそれの中間ぐらいの、織り機で、まあ、ちょっとここに出しておきます。名前ちょっとど忘れしちゃったんですけど、ちょうどこのデスクに乗るサイズの、おもちゃみたいな感じ。でもそれもしっかりとしてるんですよ。おもちゃにしては全然しっかりとしたもので、織り機、中型の卓上織り機とか、まあ、そういうのを持ってるんですけれども、ちょっとこれはその今までのとは次元が違うなっていうふうに思いました。っていうのを、まあ、かいつまんで紹介はさせていただくんですけれども、こちらの糸花生活研究所さんはワークショップもされてるということなので、私がこれをねレクチャーとかするわけにいかないので、そういう質問などがありましてもちょっとお答えすることができません。なので、まあ、その辺はさらっと見ていただけると助かります。で、実際に今途中まで織っているのがこちらです。で、このフレーム織り機は、縦横が17センチだったかな、はい、の大きさとなっております。で、出来上がる織り地は、ここから枠から外した段階でキュッと収縮するので、やや縮まるんですね。まあ、それは後でサイズを測ってお話ししたいかなと思いますが、この織り機自体はまあだいたい17センチという感じですね。今このピンと張った状態でこのぐらいのこういう隙間がね、できています。で、いろいろ今糸を変え、いろいろこう試し織りをしていて、で、やっぱりしっくりくるのが、紡ぎ糸なんですね。紡ぎ糸と織りって本当に相性最強だと思います、はい。で、まあ、それ以外に市販の毛糸もちょっと織ったので後でご紹介したいと思います。例えばこうフレーム織り機っていうのは、例えばこうピンがこう打ってあったりするものとか、このようにこう木でね全部こういう風にできているものとか、いろんなものがあって、それぞれいいところがあるとは思うんですけれども、こちらに関してはね、本当によく素晴らしくできている、美しいフレーム織り機だなと思いました。これ裏側見ていただきたいんですけど、サインが書かれてますね。お店の名前だと思います。ちょっと読めないですけどね、はい、
もうとてもこれがまた雰囲気があってとても綺麗なんです。だからこの折って最後まで折ってこの裏側にしてこのフレームを見せたまま壁にこうね、まあ、ちょっとこの糸端もちゃんと綺麗に処理した後に壁に飾って楽しむのもありだなって思うぐらいとっても素敵な枠になっています。はい、まあ、ちょっと少し折りましょうか。折りながらお話をね。で、この縦糸が張ってあるこれがこの上下にねこう動くことによって交互に動くことによってこれがこういうふうに入ってって横糸を引っ張ってくるという、まあ、そういうシステム、それはまあどれも同じだと思うんですけれども、こういうものをこれもセットでついています、はい、で、とじ針をね通していくっていうパターンもね、織り機としてはあるんですけれども、とじ針ってやっぱりあの編み物のとじ針だからなかなかいっぺんに一気にはさせなくて何回かこう出てはまた刺してっていう感じでちょっと私的にはもたもたしちゃう感じなんですね。だから簡単でいいんだけれども、私はこれがね素晴らしいと思ったのは本当に無駄がない、機能的にもね美しさ的にも機能的にもパーフェクトなんじゃないかなって思う、そういうフレーム織り機です。で今私がやっているこれはこの上下にこうチェンジするのをこれ指で操作しなきゃいけないっていう感じ、ここだけがちょっとねやっぱり手動になるので、面倒といえば面倒な作業かもしれないけど慣れてしまえばこう数が少ないので全然あっという間に終わります。で縦糸を張るときに、きつく張らない、張りすぎないっていうのがポイントじゃないかなと、この織り機について言うとポイントかなと思います。まああんまりゆるゆるでもダメなんですけど、このきつすぎちゃうとね、もう私も経験したんですけど、きつすぎちゃうとこれがね自分でうまくこうできないんですよ、こううんうんうんって感じになっちゃうのでね、だから、適度な張り加減で適度な張り加減で、これが動く感じで、貼った方がいいかなっていうのだけは、思いました。まあでもそれはもう感覚でできると思うのでとってもやりやすいです。でそしてこの引っ掛けるこれ棒ね、これの反対側がこういう風になっているのでこれでこの横糸の部分を、ちょっと調整しながらちゃんとこう平行になるように、まあ櫛みたいなやつですね、はい、とまあこういう感じで、まあ、別にこれは説明でも何でもないので、この程度にしておきますが、これが本当にとっても慣れてくると1枚を織り上げるのに、まあ、これは模様も何も入れてないで平織りだけで、私は平織りしかできないので平織りだけでやってますけれども、もう全然難しくはないのであっという間に織り上がります。最初1枚目はもたもたしてたので1時間以上かかったんですけど、2枚目3枚目と織り上げていくごとにかなりスピードアップしてきました。まあ、今ビデオをね撮影してるからちょっとゆっくりめではありますけれども、別にね急がなくてもいいですしね、こういうのはね。織りっていうのはとっても本当に編み物とはまた違う世界で、ちゃんとやろうとすると複雑な織り機とかもあるけれども、もうちょっとそこら辺まで私は多分到達できないので、こういうコンパクトで、しかもこうパッ
とやめたい時にこうやめられる気軽さが、まあ、ちょっと編み物と似てる感じがして、でまたやりたい時にまた手に取ってできる、うん、だからそのなんて言うんでしょうね、後片付けも、まあ、ちょっとうち猫がいるからそこはちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、後片付けとかも別にする必要なく、パッと終わってパッと専用のバッグかなんかに忍ばせておけばもうまたその続きができると、そういう感じでとても気軽に織りを楽しめると思います。でそしてこのサイズがまたね絶妙に自分の中ではいいなと思っていて、実際にねじゃあ織り上げたものを見ていただきたいと思います。まずこちら、これは、市販の糸、波太ぐらいかな、波太よりちょっと太いかな、の糸を赤とピンク、縦糸と横糸を分けて織ってみました。そうするとパキッとしたこういう感じでね、これはまた面白いかなと思うんですけど、私がこの出来上がった織り地で、最後つなぎ合わせて作りたいものにちょっとこれはインパクトが強すぎるので、まあ、これは練習ということで、あこういう風になるんだなっていう、まあ、そういう試作ですね、はい、でもまあこれはこれで面白いかなと思いました、はい、でそして、こっちかな、これはコットンですね、コットン、なんだっけ、ちょっとここにも出しておこうかと思うんですけれども、以前に買った、コットンが余っていたので、それを、2本取りにして折ってみました。だからちょっとこう1本がすごい細いので、でしかもこういう感じで、スラブみたいな感じのスラブヤンみたいな感じになっているので、2本取りにして折ってみました。これはこれでまたいい感じだと思います。でこれをもう3枚折ってつなげて、ちょうどハンカチサイズぐらいになるから作ってみようかなと思いました、うん、かわいいよね、はい、で、あとはこっから先は全部紡ぎ糸です。で、一番最初のこれ、私が紡いだ紡ぎ糸ですね、昔ちょっとでかい玉が出てきましたけど、こういう感じ、まあブルー系で紡いでおいたというね、やつなんですけれども、これで折ると、まあ、その時のその色の出方にもよるけれども、こういう感じになりました。でそしてこれ、もうこれ最高に好き。こっから先は全部 P2M さん、ピトマさんの、紡ぎ糸、手紡ぎ糸になります。もう最高に可愛いと思います。これ糸で見た時にもこれです。これ枷で見た時にもっと可愛いんですけど、まあ、玉にしてこういう感じで、ところどころに分かりますかね、ちょっと素材とかはラベルを今取っちゃったので、どのくらいかとかはちょっとあれなんですけど、かわいいです。もう枷の状態でもこれは一目惚れした糸なんですけれども、これを折ってみたら、まあかわいいことかわいいこと、この黄色とかピンクとかこういうのがちょこちょこっと縦横にね、出ておりまして、もうこれはほんと可愛い。これ最初何か編もうと思ったんですね。だけれどもかなりいっぱい、P2M さんで、鉄麦糸を購入させていただいて、で、まあ、全部使って何か編むのもな、いろいろちょっと考えたんだけど、でそこで紬糸で織りを、してるのを岩手の方でホームスパンってあるじゃないですか、まあ、織りって言ってもいろんな種類があるんですけど、その中のホームスパンっていうね、紡ぎ糸で、紡いだ糸を、織っている、でそれで作品にしているホームスパン、私はそのホームスパンっていうのを一度ちゃんとね経験してみたくて、まだ習ってはいないんですけれど、まあ、なんちゃってホームスパンということで自分で、まあ、独学でちょっとやっておりますけれども、まあ、こういう感じで
このフレーム織り機でもこういう可愛さが出ます。はい、でそして次、これもまた可愛いです。もうね、紡ぎ糸はどこにどういう色柄が出てくるかまず読めないし、それがまた可愛いんですね。一枚一枚多分変わってくると思います。でこれも P2M さんでこの糸を使っています。こういう感じです。このキュッと詰まった感じがね可愛いんですね。でさっきのこのフレームに貼ってある時はこういうふうに隙間がねありますけれども、このフレームから下ろすとこのぐらい縮むわけですね、はい、でこの隙間が、キュッとね小さくなります。あ、で大きさの話をしましょう。まあ、だいたいみんな当たり前ですけどペグのこの数は同じで折っているわけなので、糸の太さがそうそう変わらなければだいたい同じ大きさになります。でこれで測ると 13.5 センチになるんですね。17センチのこの枠から 13.5 センチ、高さが13センチになってるか、まあだいたいでも四角形ですね、はい、で次、これもまた可愛い、とても可愛くないですか。これほら、これは同じく P2M さんのこの糸を使っています。焦げ茶と深緑かな、あとはちょっと紺色も混ざって白もちょっと入ってっていう、これこの糸がこのようになりました。これも私好みです。とっても可愛いです。またこのキュッと縮まった時のこのちょうどいい密な感じが、私の好みドンピシャなんですね。もうで多分水通しをするとまたちょっとさらにこういう感じにはなるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとそれは今度ねまた後でやってみたいと思います。今はもう織り上がったままで水通しはしてないです。で次がこちら、これもまた可愛い糸なんです。これやばいでしょ、すごい可愛い、ローズと若草色っぽい緑と黄色とオレンジと白とちょっとカラフルなんだけどちょっと落ち着いた可愛さのこの糸がこのようになりました。この黄色とピンクが出てくるここが可愛いね、異常に可愛い、うん、でこう縦横のいい感じのこのニュアンスが出たと思うんですけどいかがでしょうか。はい、で、こちらこれは、控えめな感じで、まあでも可愛いんですけど、すごい控えめな感じなんですけど、これも糸は可愛いです。この糸です。はい、で、こちらにはあるけど、こっちには出てないっていうね、そういう色もありますが、青とかね、紫っぽいのとか、ちょっと全体的に、パステルチックなんだけど可愛いです。でこれグレーがいい感じでこう引き締めてんじゃないかなと思うんですよね。とっても可愛い、これもお気に入りです。はい、でそして最後、これがねなんと今一番最後に、出しましたけど、これ1枚目なんです。私が一番最初に1時間以上かけて、折った、折り地になります。だからちょっとねなんとなく下手くそな感が出ちゃってるんですけど、まあそれでもいい味が出てるんじゃないかなと思います。こちらの糸です。はい、ナチュラルな
色です。ちょっと他のと比べると、デコボコ感がちょっとこれは出てる糸になるんだけれども、それもまた味があってとってもいい感じになるんじゃないかなと。だから本当に紡ぎ糸と織りっていうのはもうめっちゃ相性がいいと私は思っています。とっても可愛い、はい、ということで、まあ、以上が、まあ、あとここね、今織ってるこれも P2M さんの糸ですね。さっき言ったっけ、はい、こんな感じでとりあえず全種類、折ってみましたがいかがでしょうか。こんな感じです。でまあ私のね紡いだ糸、これはちょっとね素材が少しやっぱり違うので、なんかシルクが入っちゃってるからテロンテロンしちゃってるんだけども、まあ、これはこれでいいんだけれども、やっぱりねなんかこうこちらの方がまとまる当たり前だけど、あの P2M さんの作った紡ぎ糸の方がまとまり感がある、ちょっとこれ入れちゃうとなんか違うような気がすると思って、作品にするときにはまあこれでいこうかなというふうに考えています。で、さっきのその市販のこれね、これは最初から排除、ただどうなるのかなっていう感じで、でやっぱり市販の糸っていうのは市販の糸なりの良さも出るんだけれども、あまりにも整然ときっちりしすぎてちょっとこちらとはねほらなんか異質になってしまってなんとなく合わないので浮いちゃうので、この方はまた別の時に、でこれはこれでいいんですけどね、ただ素材が全然これコットンだから、これはこれでこれだけでちょっとさっき言ったようにハンカチにしてみようかなという感じですね、はい、でまあ冒険して模様の織りもやってみようかなとも一瞬考えたんだけど、それやってったら多分つまずいて時間がかかっちゃうと思ったので全部平織りです。まあでも平織り大好きなのでいいかなという感じですかね。もうかわいい、はい、でね私はこれで何を作ろうか本当に悩んじゃってるんですけど、何かねいきなり壮大な目標を掲げちゃうんですけど、何か着るものにしたいんですよね。このまま大きくつないでって、まあ例えばソファーカバーとかベッドカバーとかっていうのは、まあ、それは一番考えましたけど、それでもいいんだけれど、まあ、失敗したらそれになるかもしれないけど、ちょっと何かね着るもの、何かこう羽織系をこのパッチワーク式につないでったらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思うんですよね。いかがでしょう。で色がこれだけ違くてもまとまり感があるので7種類ですね、これも含めると7種類でちょっと、何か着るものにできたらいいかなというふうに考えています。でまあちょっといつになるかわからないけど、冬までにねなんとか作りたいかなというふうに考えています。まあでもあっという間に昨日からやり始めてあっという間に全部で何枚 6,7,8,9 今 10枚目を折ってるから結構やっぱり早くできますね。編み物のスワッチを1枚編むのより早くできるんじゃないかと思う、断然早いと思う。でまあこのあとそのこのモチーフ同士をこうつなげなきゃいけないんだけど、まあ、そこでちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけど、まあまあでも一個一個ボンボン折ってって折りだめていって、で、並べて形を作っていくっていうね、すごいワクワクしてきます。ということで本日ご紹介させていただきましたのは糸花生活研究所さんから送られてきたこちらのフレーム織り機ですね。私は大きいサイズでこれがついてきます、はい、それと、P2M さんの、今までずっと買いだめてきた、鉄麦糸、そちらの方を実際のこの織りとして作品に
してみますよというそういう動画となりました。概要欄のところに、2つリンクを貼っておきたいと思いますので、気になる方はぜひ見に行ってみてください。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。さようなら。